吉田さん、まあ、世の中にはね、本当に左内輪で悠々と暮らしていらっしゃる社長さん、創業者の方、経営者の方いらっしゃると思いますけども、まあ、そういう方は本当にごくごくごく一部ですよね。なんかね、その人を使うと、その従業員のために発生する作業が結構あるんですよ。例えば、何をさせればいいのかっていう指示書ですよね。そういうのとか、そのスタッフのためにわざわざ時間が無駄にならないように仕事を作ってあげないといけないんですよね。従業員さんってのは自分で全体を見て自分に必要な仕事をパッパッパッと的確にやるってことはできませんので、やっぱりね、見てる位置が違うんですよね。例えて言えば、山の上から全体を見渡せるのが360度全体を見渡せる、麓も見える、5合目も8合目も見えるのが社長なんですよ、それこそ全部見えます。でも従業員さんってのは、そこの例えば5合目から立っていたら山のこっち側見えないんですよね。で、麓にいたらもう本当に麓の他のところは全然見えないわけなんですよ。で、自分なりの最善を尽くすんでちんぷんかんぷんになっちゃうんですよ。他者との連携も全体としてのバランスも取れてないですし、それから好き嫌いがありますよね。苦手とか、それから能力の差があります、まあ、ですんでね、結構ね、厄介なんですよ、で、これね、どんな組織もこれをね、感じてるんですよ。まあ、ですんで、これ非常に寂しい話なんですけども、従業員として働くってことは結構会社の足を引っ張ってるんですよね。で、その上で給料ももらうっていう形になります。で、しかも仕事っていうのを教わらないとできないわけなんですよ、通常は仕事を教わるのにお金をお支払いして教えてもらうっていう形を取らないといけないのに、給料をもらいながら物まで教えてもらうって感じですよね。しかも新しいことを教えるのを負担に感じる社員もいるわけなんですよ、またなんか方針変わったよとかって文句言う人もいるんですよね。もうそのたびに上司や創業者っていうのは、モチベーション落ちるわけなんですよね。で、自らモチベーションを上げていくのが創業者とか経営者とか上司の役割です。でも他者に励まされないとやる気にならないのが、一般従業員ですよね、こんな形なんですよね、ですんで今みたいな時代になってくると、優秀な経営者ほど人を雇わなくなってきます。そして優秀じゃない経営者も人を雇わなくなってきます。雇用という概念は古いわけなんですよね。人を雇わないとできないことっていうのは、もうその仕事っていうのは存在しなくてよくなってくる、その方向に動いていくわけなんですよ。で、ヨシンバ、何人かの人でやらないといけない時っていうのは、この外注化とかね、派遣化っていうのがメインになってきます。実際そうなりますよね。経営者としてはどう言われようとも派遣社員の方が都合がいいんですよ。今日は人がいらないなと思ったら派遣社員の方にストップかければいいんでね、すごくいいんですよ。で、派遣社員の人件費っていうのは仕入れになりますんで、あらゆるコストが安くなるんですよね。仕入れですよ、人件費仕入れですからね。それこそ社会保険とかいらないわけですよ、で、そうなってくると派遣社員っていうのがね、このいろんな業種に広がっていくのは、実は国家とかね、組織体としての成長とか、それから最大限の利益に関しましてはものすごくいいわけなんですよ。働かされる方はたまらないですけどね。だからいち早く従業員とか派遣社員とか、その不当な自分は仕事をさせられてるなと思ったら、そこから脱出しないといけない。ブラック企業もそうですよ。で、そこに居続ける限りは使われるんですよ、それこそパフォーマンスが悪いんですよね、本当ね、吉田さんね、 YouTube が稼いでくれる金額、そしてそのメリットに比べてね、人間がやることってあまりにも力がなさすぎますよね。認めにくいことですけども、人が一生懸命働くよりもね、一日に額に汗して一日10時間働くよりも、 YouTube の動画を何本か作った方が優れてる時代が今来ちゃってるんですよ。これはね、 YouTube をやり込んでいくと本当にそう思いますね、もちろん人間の方に価値が薄いってわけじゃないんですよ。労働市場の中ではもうね、人間は及びじゃないんですよ。ですんで、自分なりの稼ぎ方とかビジネスを所有すること、自らお金を生み出していけること、ひいてはですね、この YouTube なりインターネットの仕組みを駆使して自分が経営者になっていくっていう道を一人一人が選ばないといけないと思います。私はね、一人社長っていうのは最強の小舟だと思ってますよね。タイタニックみたいな豪華客船ではありません。大きすぎて回避が遅れたり、困りが効かなかったり、沈没が避けられなかったりするんですよ。それこそ
大規模な災害に発展します。でも最強の小群れっていうのは本当1秒ごとにスタンスを変えれるんですよね、いやすごい精度だと思いますよ、私はね、以前からなんですけども、お店のコンサル、ね、飲食店とかそういうお店のコンサルがいるじゃないですか。コンサルをするんだったら早くやめろって言ってますね。で実際やめてくださった方もいますけども、その店舗をやって戦うことっていうのは相当やりたいんだったら別ですけども、生活費を稼ぐために店舗をやるっていうのはもうね荒唐無稽な話なんですよ。もう突破口はないです。だから飲食のコンサルさんとかね、本当になんか私から見るとまあ無責任というかね、ちょっと考え直した方がいいんじゃないかなと思いますし、でもやるならやるで最大限協力しないといけないなっていうところもあったりね、まあ、速稼塾の塾生さんの中にもね店舗をどんどん拡大している方いますからね、いやすごい大変だと思いますよ、この前もオープンにね応援に行きましたけど、いやオープンの応援に行ってもね、飲食店で協力できるのってせいぜい1000円とか2000円なんですよね、いや頑張ってほしいなと思います。まあ私はだからね、飲食店っていうのはものすごくきついんだろうなというふうに思いますし、まあ、私の個人の力量がなかっただけかもしれませんけども、20店舗も潰しましたんでね、でも潰してよかったと思います。従業員さんも早くね自由な時間を取り戻してくれたんじゃないかなと思いますし、別の方向に行くチャンスを得たんじゃないかなと思いますよね、はい、じゃあ今回は最強のコブレということでございました。